井さん最初に買った高級腕時計って何だったんですか？最初はウブロですね。はい、こちらの時計なんですけれども、昔若い頃はあんまり知らなかったんですよね。まあ、引退した石原、まあ、彼がすごく時計詳しいの で石原に、荒井さんしっかりしたものを荒井さん持った方がいいですよっていうふうにアドバイスをいただきましてそこで、まあ、初めて買ったのがこの時計でしたね。別にウブロの歴史ってご存知ですか？全然知りません。じゃあ勉強しますか。はい、時計好きの荒井貴寛が時計愛を語り尽くす、荒井貴寛のウォッチログ。ウブロって多分あのかっこいいっていうイメージがもう一番だと思うんですけど、はい、ただこのかっこいいだけでもいっぱい語れるところがあるんですよね。どういうところですか？例えばシンプルな時計って一つのケースにガラスと裏蓋をつけて作ってますよね、普通って。ウブロって全てのケースを組み立てて作ってるんで一つで出来上がってないんですよね。へえ。さらに言えば歴史40年しか経ってないんです。ここそうですね、歴史だよ、そんなに浅いブランドなんですけど、はい、誰もが欲しい憧れのブランドの一つっていう。そうですね、100年経ってるブランドが当たり前の中、40年でそこの地位までできたっていうのはやっぱりすごいところなんですよね。すごいですよね、うん、ここで荒井さん、ウブロの思い出をもう一つ教えてくれました。だから弟がいるんですけど、はいはい、まあ、弟が兄ちゃん時計欲しいとか言い出して、うん、ウブロかっこいいって言い出して、はい、だったらホームラン打ったらあのシーズンオフに時計を買ってあげるよって言ったんですよね。まあ、本当に何本かホームラン打って何本か買う羽目になったんですけどこの時計よりはるかに高いウブロを買わされたんですよね。いや素晴らしい、はい、そういう思い出もウブロにはありますね。高くつきましたけど次回はウブロのおすすめのこの1本。